はい、よろしくお願いします、えー。今回初の試みになるんですが、ママパパ講座ということで、保護者の方向けに、今保護者の方からいろいろご相談とかもいただいてますので、それに答えていく動画をね、お試しで一本やってみようと思います。シリーズ化するかどうかは未定でございます。で今回のテーマはこちら。 いい塾の条件とはということで、まあ、今、えー、新学年を迎える前なので塾を迷われてる方も結構多いかと思いますので元塾講師としていい塾を選ぶ時のポイントとか、まあ、塾を始めるタイミングとか、まあ、その辺に触れてね喋っていけたらと思いますのでよかったら最後までお付き合いください。 で、普段の授業みたいな感じでね、ぜ、ま、ひ、あ、あの、お子さんはこんな感じの授業を受けてるんだっていうのをね、見てほしかったので、いつも通り穴埋めになってます。あの、皆さん、いつもみたいに、やってみてくださいとは言いませんので、普通に聞いてみてください。で、まず、ポイントとしては、塾は必須ですかって質問がとてもいただきます。これは保護者の方だけではなくて、学生の方からも。 周りが塾に行き始めた私も行かなきゃ僕も行かなきゃとかママ友から話を聞いてあ周りの子が塾に行き始めてるうちの子も行かせなきゃまずいかしらといろいろ思われるかと思うんですがこれの答えはいつも同じです。ただのほにゃららの1つと自分は思っています。でこれは何の一つかっていうと、えー、ちょっと画数が多いのでお待たせしてしまうんですがただのの選択肢の1つですつまり必須なんかではありません。 あ後で話に出てくるんですが塾に行ってれば絶対成績が上がるなんてことは起きませんだから塾に行ってても満足いく成績が取れてない方も当然いますで逆もしかりで塾に行ってなくても満足いく成績を取れてる方もたくさんいらっしゃるのでただの選択肢の一つだと思ってくださいでまず塾を考える目安ですえ自分が個人的に思う塾にそろそろ行った方がいいもしくは 考えた方がいい。選択肢に入れた方がいいと思うタイミングは、えー、こちらの2番。家庭でででほにゃらららができなくなくったらですこれは何かっていうと家庭でで自己解決です、まあ、ちょっとね、堅苦しい言葉を使っていますが つまり、お父さんお母さんが教えてあげることができなくなったりとか、お子さんが、えっと、学校の授業、ちょっと最近つまずきがちで、自分の力で攻略できなく、解決できなくなってきたな、誰かの補助が必要になってきたなと思ったタイミングが、まず考える目安だと思ってください。で、ここで覚えておし、覚えておいてほしい。そうやって買いましたね。覚えておいてほしいのが2つありまして、まず1つは、え、これは、 遅くなればなるほどきつくなります。つまり、これ後にも話も出てくるんですけど、えー、つまずいてる時間が長ければ長くなるほど取り戻すのにそれ相応の時間とエネルギーを要します。なので、できる限り、もちろんお金がかかることなので、絶対という話ではないんですが、できる限り早めに、えー、塾を考えるんであれば早めに行った方がいいです。 でこの青の吹き出しはですねこれまあ個人的な思いを書いてるんですけど、えー、理想はもっと前ですはいでこれはですね本当はですよ今回は自己解決できなくなったらと話したんですがえー、よく塾を選ぶ時特に自分は個別指導塾の講師をやっていたので個別指導塾に、えー、と大体入る方って多くの方がつまずいて勉強ができなくなったテストの得点が目に見えて悪くなったから来ましたっていう方がすごく多いです で、これはですね、当時の自分の塾講師の先輩が言ってた言葉で、自分今でもすごくそうだなって思ってることがあるんですけど、えー、塾は医者じゃないっていうことをその先輩よくおっしゃってました。ちょっと語弊がある言い方かもしれないんですけど、何かっていうと、例えば勉強ができなくなった、それを病気って例えばちょっと良くないですけど、ちょっと一応突きついてきてください。病気だって例えをした場合、それを処方箋を出して治すところっていう発想になりがちです。だから塾に行けば、 自分がテストが取れなかった息子がテストを取れなかったこの状態を直してくれるいい状態にしてくれるっていうふうに思いがちなんですけどどちらかというと塾の使い方として正しいのは勉強がつまずかないために行かせるところっていう方が健全というか結果的に子どもへの負担は少なくなりますで、えー、そうするとですね早めに塾に通わせる金銭的にも長くかかりますよねだから長くお金がいっぱいかかるんじゃないかと思いがちなんですが もちろんこれは統計を取ってるわけではないので、絶対ではないです。絶対ではないですけど、えー、後で、えっ、ー、と、勉強がね、ガタガタってできなくなってしまってから入塾します。確かに通ってる期間は短くなるんですが、それ相応のさっき言ったように、それ相応のエネルギーと時間が必要になってくるので、例えば、夏季講習とか、冬季講習みたいな講習会に、他の子よりもたくさんコマを取って詰め込む必要が出てきます。 だからその短い期間通ってる期間は短いんですけどそこにかける単価がめちゃくちゃ高くなりますだから結果的にえ例えば中学生で言うと中1の頭から3年間通った子中3の1年間しか通ってない子がいた時に中3の子の方が合計金額が高くなるっていうケースは結構ありますなので一概に早く通ったらお金がその分かかるっていうのはちょっと発想としてはえっ、ー、とっていうのは視点を 切り替えた方がいいいいかななっていうのが個人的な思いですで、次にですねあとで一気に挽回しよう作戦まあさっきの話とそうですね、えー、つまずいてつまずいてあとでほっといてほっときていくのもありですけどよくあり,ありがちなのは中学生部活を引退してから塾でいっかなみたいなねで、このあとで一気に挽回しよう作戦は大体失敗しますただこれ大体と言ってるのが全員じゃないですこれが成功する方もいますで この成功するパターンの、ええー、と、もちろん全体に言えるわけではないんですけど、そういう傾向があるなと。これ、ね、後で一気に挽回しよう作戦でもうまくいく子はですね、例えば、スポーツをしてる子、部活で。で、かなり力を入れて打ち込んできた子。でも、その中で打ち込んできたんだけれども、時間がないじゃないですか。物理的に時間がない中で、それなりにテストの得点を取ってる。めちゃくちゃいい得点とか取れてないんだけども、平均点ぐらいはなんとか死守してる。 っていう風に、忙しい中でも時間コントロールをある程度やってきた子なんかは、かなり爆発します。いい意味で。ずっと時間がなくてできなかった。でも部活を引退して、エネルギー、運動っていう部活っていうエネルギーを注ぐ場所が勉強に綺麗に移り変わることができた子は、ものすごい伸びます。だそういった成功ケースもたくさんあるんですけど、ただただ、まあ、後でいいか、みんな後でやってるみたいだしっていうパターンで言ってしまうと、間に合わない。 っていうのはやっぱりよくあるパターンなので気をつけてください。で3行目、現実をと書きました。まあね、ここの動画でも何回でも言ってますけど、塾に通うイコールホニャララっていう発想を持っておくとやっぱり苦しむケースがあります。で、これは塾に通えば成績は上がるでしょと。 えっと、もしこの動画を見てくださってる方、ね、皆さんがどう思われてるかわからないんですが、このイコール、ここが等式ですね。イコールになってるケースはめちゃくちゃ多いです。めちゃくちゃ多い。これは元熟講師。多分、熟講師として働いてる方は同感していただける方が多いと思うんですけど、これを思われてる方は非常に多い。ただし、えっ、ー、と、もちろん、えっ、ー、と、熟講師として仕事は成績を上げることです。もちろんそれが責務なので、やりますけれど、でも絶対ではない。 塾に、例えば週1回通った場合、小別指導塾って週1で通う方がやっぱ多いので、週1回、80分、90分のその時間だけで上げることってやっぱできないんですよね。あとは家庭学習をどうやっていくかっていう。まあ、そこを習慣化させるのももちろん自分らの仕事なんですが、あまりにここに過度な期待を持っておくと、入塾後にやはり痛い目を見ます。まあ痛い目っていうのは、あんだあっても上がんないじゃんっていう。 だからこれは子供たちもそうなんですけど、子供たちもここを過度な期待を持っておくと、さっきみたいに部活をやめて、私も塾に入ればなんとなく成績上がるんでしょって。ちょっと楽できるんでしょって。そんなことはないです。塾に行ったとしても、たくさんの努力を、エネルギーを注がなければやっぱり成績は上がらないので、ただエネルギーの注ぎ方は教えてくれます。 その注い方をしていくとちょっと無駄というか効率悪いよっていうところの修正舵取りはやっぱりしてくれるのでそういった意味では効率的にはなりますけど努力が必要じゃないっていうわけではないのでここはやはり、ね、しっかり押さえておいてくださいそして、えー、最後ですね、まあ、いい塾の条件たくさんあると思いますたら、えー、個人的にひとまずこの4つは絶対押さえてほしいってものを今回げ取り上げさせてもらいますまず1つ目ですね ほにゃららは必ず受ける知人の意見は三角と書きましたまず絶対受けてほしいものがありますほとんどのね、えー、授業、えー、塾さんが用意している体験授業というやつですまあ、多くの塾さんがだいたい無料でやってらっしゃいますね1コマ、えー、無料で受けれますとか4コマ無料で受けれますとか たまに、えっと、例えば、ちょっと4コマパック、4コマ、四回の授業が1000円でお得ですよ、みたいな有料のものもあるんですけど、有料だとしても必ず入塾前の体験授業は受けてください。これはですね、あの、よく知人の意見、三角って書きましたけど、まあ、お知り合いの意見、ママ友の意見とか、あとはネットの意見ですね。インターネットの意見でかなり流されやすい方がいらっしゃいます。 ですけどもちろん、三角と書いたので、一部参考にしてください。そういった意見もあるんだって。例えばお友達があそこの塾は本当にいいわよって。あ、そっか、あそこの塾をいいって思う人はいるんだなと思ってください。いいんだってイコールになっちゃダメです。流されちゃダメです。必ず自分の目で見る。そして主役はお子さんです。えっと、お母さんお父さんが通うわけではないので、お子さん自身が肌で感じて合うかどうかを決めてください。 えー、万能な塾まあ自分の授業動画もそうですけど万能ってないんですよ教育って人が作っているものなのでだからやっぱり自分の子どもの肌感覚であこの先生とかこの塾で勉強したいなここで頑張りたいなって思うかどうかが非常に大事なので必ず受けるようにしてくださいでこっちはそういう意見もあるんだっていう三角ですよ二重丸じゃダメですよ全部流さないでくださいね で、あと、結構、えっと、勘違いされがちなのが、大手の塾さんだといろんな教室がありますよね。だから、えっと、例えば、どこどこ教室っていうところの評判がめちゃくちゃいいかもしれないけど、そこに通うわけじゃないと。近隣の家は違う教室だったりすると、教室によって雰囲気ってかなり違います。A 教室めちゃくちゃ活気があるけど、B 教室なんか死んだような教室なんだけど、どうしたっていうのは、結構あるんですよね。やっぱりそこの先生が、 えどういう空間を作り上げてるかっていう人によるので、だからそこ気をつけてください。口コミとか見るときもそうなんですけど。で、あとは、特にネットの口コミはそうなんですが、古い情報が結構あります。えっと、すごいいい口コミが書いてある。見たら2016年みたいな。え、5年前じゃないかみたいな。で、先生って結構塾って移動があるんですよ。 結構あります。だからその5年前にはめちゃくちゃいい先生だったけど今の5年後現在は先生変わっててもしかしたらちょっとえっていう先生になってる可能性も往々にしてあるのでそこも気をつけてみてください。で次ですねちょっと消えちゃいましたけどほにゃらの話を濁すところは黄色信号と書きました、えー、これはですねあの子供にどうこうできないこれは親御さんが頑張んなきゃいけないところなのでぜひ覚えておいてください。何の話か。 これはお金の話です。月謝講習会の費用、えー、教材費、管理費といろいろあります。で、えっ、ー、とー、もちろん全部の塾ではないんですけれども、例えばネットに出てる月謝、ボンありますよね。 めちゃくちゃゃくく安なってる俺教室比べてこれ比べたらこっちの方がめちゃくちゃ安いじゃんってなったりするんですけど話を詳しく聞いたら月謝は確かに安いけどそこに教材費管理費ほにゃらら費っていうのが足されて全部合計したら月謝こっちの方が安かったじゃんなんてことはめちゃくちゃあります。はいまあ、これはは、まあ、どのの業界でもありががちだと思いまますす安く見せた方が人は来ますので でも気をつけてください、ここに関しては。で、必ず体験授業を受けた後、多分面接というかあるんですよ。面談みたいながに、塾入りませんかとか説明があるわけなんですけど、必ずお金の話は突っ込んでください、気になるところは。で、もしお金の話を濁してくる、あまりにもはっきり言ってこないところは、基本的に信用しちゃだめです。言いたいことが言えないんですよ。ってなると、例えば大事な受験の進路指導の時 どこど,ど,どこどこ高校を受けたいとか、どこどこ中学を受けたいってなった時にバシって言ってくれません。進路指導の時も。大事なことをごまかす人なので。なので黄色信号。もし、えー、お金の話を嘘をつくなんてのはもう赤です。絶対ダメです。でもあるんです、これ。普通に。入塾してから聞いてなかったんですけどみたいな。聞かれなかったんで言わなかったんですけどみたいな人いるますからね。だから気をつけてください。ただ逆を言うと、お金の話を堂々と話してくれる方。 確かに高いです。すいませんと。高いですけど、それ相応の、えー、と責任を持ってちゃんとやりますからって言える方は、個人的にはすごくついていきたくなります。だってお金はかかるんですもん。塾ですから。仕方ないんです、そこは。でもそれを受け入れた上で、それ相それ以上のサービス、満足度を提供できるようにやってますからって言える方は、やっぱり子供に対してもその熱量で進路指導もしてくれますので、ぜひその辺で判断してみてください。 で、あと2ついきます。次は、ほにゃららの変更については、要確認ということで、これは、先生の変更です。え、塾のメリット、もちろんいろいろあるかと思うんですが、個人的に思っている1個は、子供たちにとってですよ。子供たちにとっていいところは、やっぱり先生を選べるところにあります。学校の担任の先生ってやっぱり選べないんですよねあ。はずれ、まあ言い方悪いですが、はずれの先生が引くこともありますよ。でも、塾だったら、会わなかったら変えてくださいっていうことができます。やはり、そのために、だって、 えっと、先生を選んで、いい授業を受けたい。あの人だったら、自分の疑問点、自己解決できなかったことを聞くことができるって。その環境が欲しいんですよ、子供にとっては。なので、先生が変更ができるかどうか、そのためには、どれぐらいの、例えばなんだろう、労力かかるのか、えー、変更を変えてほしいって言われたら、例えば次の週とか次の月からすぐ変えてくれるのか、もしくはもしかしたら、ワンシーズン変わんないってところもあるんですよ。夏休み明けまでちょっと固定で変わんないんです、みたいな。 そうしたら、4月に入塾して、5月に馬が合わないって思ったら、6、7、8って3ヶ月この先生受けなきゃいけないんですよね。それはやっぱ苦しい。ので、先生の変更とか、そういった、他の部分もそうですけど、細かいところっていうのは、きちんと確認しておいてください。で、そのためにですね、メモの準備って書きました。あの、塾に体験授業行かれる前に、お母さんお父さんがですね、聞きたいことは絶対メモして持ってってください。忘れます、聞きたいこと。忘れますよ。 基本的に、えっ、ー、と、営業かけられますから、塾に入りませんかってこんだけのあるんですよって言ってきますからね。当然ですから、それは。で、勢いに任されて、はい、はいって言っていくと、はい、はい、はいで終わりますよ。聞きたかったこと聞けなくなっちゃいますからね。あ必ずメモを取って、これは必ず聞いていこうと。お金の話もそうですね。先生変更もそうなんですけど、きちんとメモをして、対等の立場ですから。いいですか対等の立場できっちり聞きたいことは聞いてきてください。 で、で最後ですね、えー。これは絵、あのー、って言われること多いんですけど自分はこれ絶対やってほしくてほにゃらら借りてください。何かっていうとト、えー、トイイレレでです。す。は、えー、必ず借りていいいただけるといいですこれなぜかっていうと例えば外観とかありますよね建物綺麗な建物もありますよこうしたえボロいっていうとこうしたもあるんですよでも外観に関してはあまり気にしちゃダメです なぜかっていうと、例えば、個人でやってらっしゃる方もいます。えっと、もともともと元手のお金が少なければ、やっぱり綺麗なとこ借りれないんですよ。でも、中に入った、その、ボロいけれども、綺麗にしてるってとこもあるわけです。で、それが顕著に出るのがトイレなんです。トイレが綺麗、あの、ボロいは別ですよ。綺麗にしようとしてるなっていうところは、トイレの掃除って基本的にやりたくないんですよ、皆さん。皆さんやりたくないんです。でも、やりたくないことをきっちりやってくれる。 それはやっぱり普段の指導とかにおいてもその丁寧さは現れます逆に建物がめちゃくちゃ綺麗なのにトイレが汚い掃除をしてない細かい指導をしてこないって思います自分はなので是非トイレはあのお子さんでも親御さんでも構わないんですけど、えー、借りてできれば親御さんの方がいいと思います普段特にママの目線は大事ですこの辺は是非ね借りて見,に見てきてもらえたらと思います ということで、えー、ちょっとね、長くなってしまったんですが、個人的に思う、えー、いい塾の条件というか、まあ、塾を選ぶ時のね、ポイントを喋らせていただきました。まあ皆さんが、こう、塾を選ぶ時の一つのなんか観点というか、ちょっとでもね、お役に立てたら嬉しいです。ということで、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また次回あるかわかりませんけど、次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、うん、ありがとうございました。<laughs>